墨田区側から、墨田区側から、台東区側から1887年完成の、旧鉄橋1887年完成の、旧鉄橋関東大震災直後、焼け落ちた東橋に、応急処置を施す日本陸軍、大正時代の東橋。左から人道橋、鉄道橋、車道橋。東京都区内の位置東橋は、墨田川に架かる橋で、 東京都道463号を上野月島線、東橋支線を通す。西岸は台東区雷成門2丁目、及び花川戸1丁目を分かち、東岸は墨田区東橋1丁目、京都岸の墨田区の町名でもあり、1丁目から3丁目まで存在する。この橋の西岸の交差点には、千争1丁目がかかり、神谷バーなど、 いわゆる浅草中心に近い橋である。また、東岸には、朝日ビール本社などが入る墨田リバーサイド地区がある。なお、桜の名所として、著名な墨田公園はこの橋がほぼ南端にあたる。なお、東武伊勢崎線、東京メトロ銀座線、都営地下鉄浅草線の浅草駅はこの橋の、西岸にあり、東岸約500メートル先にこの橋の名を冠した、本所東橋駅がある。 また、東京都観光機線の三橋である、浅草ステーションが橋の西詰めに設けられている。ここから、浜離宮を経由して、東京港日の出三橋まで運行されている、隅田川ラインと称する航路が出発している。このため、隅田川下りの拠点の一つとしても著名な地点でも、ある。歌川広重はじめかは1774年10月17日のことで、それまでは、 竹町の私と呼ばれた私船があった場所であった。徳川家康の入府から江戸時代にかけて隅田川に加強された五つの橋の内最後の橋であり、1769年4月に浅草花川戸の町人家門とした野流泉寺の原発の単案が幕府によって許可され着工後5年で完成したものである。長さ84馬、幅3軒半の橋で、 武士以外のすべての通行者から二分ずつ通行量を取ったと記録に残る。1786年7月18日の洪水の際に、永大橋、新大橋がことごとく流され、両国橋も大きな被害を受ける中で無傷で残り、下した大工や武業らが報奨を賜ったという。その後幾度かの掛け替えが行われたようである。京名ははじめ、大川橋と呼ばれた。 これは近辺で隅田川が大川と呼称されていたことにちなむ。しかしながら、俗に江戸の東にあるために、町民たちには、あずま橋と呼ばれており、後に経画名として、あずまとされた説と、東岸方面の向こう島にある、あずま神社へと通ずる道であったことから転じて、あずまとなった説がある。いずれにしても、1876年6月17日に、 目標として、最後の掛け替えが行われた際に正式に現在の共鳴である、東橋と命名された。この最後の目標は1885年7月の大洪水で初めて流出した千住大橋の橋桁が上流から流されてきて橋脚に衝突。一緒に流出してしまう。そのため2887年12月9日に、隅田川最初の鉄橋として、 再加強された。構成プラットトラス橋で人道橋、鉄道橋、車道橋の3本が並行してかけられていた。1923年9月1日の大正関東地震によって木星だった橋板が焼け落ちてしまい、一時的な補修の後、1931年に、 現在の橋に架け替えられたメディアを再生するあず橋。ありがとうございます。